はい、どうもこんにちは、こんばんは、サタンです。テイルズオブシンフォニアラタトスクの騎士パート8の方やっていきたいと思います。前回マイクの音割りひどそうですね。今編集してるんですけど、編集ってほど編集でもないですけどね、雑音消したりとかそのですけど、まあひどくなかったら開けた時にね、それは良かったなって思ってください。ただ編集段階だと相当ひどいんで、開けた時にどうなるかはわからないですね。これ倒しちゃいますね。おお、3体もいる。えい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 、行って、このスズメ、クマさんだ、クマさん、お久しぶり、行って、必殺技使いますよ、クマさん。おお、すごい、ブラッディハウリー、全然減ってないところもすごい。ここまで減らない必殺技もあるのかってぐらい減ってない。オッケー、アマデルのレベルは2になりました。その言い方がまたかっこいい。やめた、もう戦わねえ。はい、コロのレベルは3になりましたと。なかなかイチャつくやつらですね、本当に節々で全くやりづらい。人の言葉にこうイチャつく言葉でこうかぶせてくるやつって俺いささか大嫌いなんですよ。でみんな嫌いだったと思いますけど、調べたい、眉を手に入れた。こっち来んなーって、ね、逃げればいい。なんかいい感じですね、ここ。俺いい感じ、こういうとこ好きだもん。これもね、開けちゃいましょう。レッドリボンを手に入れた。レッドリボンって武器なんですかね。名前的に丸田さんにつけてあげたいことですね。お、つけられましたね。まあ、たまに戦いながら行きましょう。フィールドへ。レベルアップ動画別にちゃんとあげますね。ルイン、移動すると。まだ世界広そうですね。ここら辺で休憩にして、エミルにラタトスクの話をしてあげようよ。そうだね、僕何が起きてるのか知りたいよ。わかりました。エミルはミコ・コレットによる再生以前の世界について知識はありますか？全く知らないんで、よく知らないんでお願いしますね。よく知らないんだけど。では手短に説明しておきますが、遥か昔、この世界を支える大樹が枯れ、世界に滅亡の危機が訪れたのです。そこで女神マーテルと勇者ミトスが世界を二つに分けることで滅亡を阻止していました。そして新しい世界を支える世界樹が芽を出したため、再生の巫女コレットが世界を再生し、一つにも世界が二つに分けられていた間、ラタトスク様も小赤して眠りについておられたのです。それが私の額にあるこれ、ラタトスクコア。それが魔王ラタトスクの卵なの？魔王ではありません。古の大樹の精霊であり、魔物の王です。ラタトスクを目覚めさせるためには、そのしもべであるセンチュリオンたちを全員目覚めさせなきゃダメなんだって。だからセンチュリオンコアを探して孵化させる旅をしてるの。ラタトスクが眠ったままだと問題があるの？自然界がバランスを崩して世界が滅びちゃうかもしれないんだって。ルインのシノアコが枯れてるのなんかもラタトスクが眠ってるせいなんだよ。ラタトスクの監視が消えて、センチュリオンはほとんどの配下の魔物とエギシが切れちゃったんだって。それで魔物が暴走してマナのバランスを壊してるらしいんだ。センチュリオンはラタトスク様が眠っている間も魔物とエギシを結び秩序を保つべきなのです。なのに
水のセンチュリオンアクアはリヒターに味方して職務を放棄している。ですから水の災害は一向に収まらないのです。嘆かわしい。その話が本当なら争う必要ないじゃない。ラタトスク様のお力は強大です。センチュリオンコアもラタトスクコアほどではありませんが、強力な力を秘めています。馬鹿げた願い事を持ってる奴ほど馬鹿な願いを叶えようとしてコアを集めてるんだよ。ロイドやリヒターもそういった輩です。マルタ様はリヒターたちからラタトスクコアを奪ってくださいました。そしたらなんだか知らない間におでこにコアがくっついちゃって、正直困ってもいるんだけどね。わかりましたか。うん、なんとなく。でもリヒターさんがそんな人だなんて僕信じられないよ。私の姿は街の中だと騒ぎを起こしかねませんので、姿を消します。そうだ、まさかテネブライも他の魔物と一緒に町の人を襲ったの。失敬な誤解ですよ。あれはルーメンのコアに引き寄せられた魔物たちの仕業です。センチュリオンはコアの状態だと力の制御ができません。コアの状態ではマナのバランスを乱し自然を狂わせる。その意味でもロイドとかリヒターたちにコアを渡したくないんだ。センチュリオンコアって厄介だね。失敬ですね。さてととりあえずお家まで連れてってよ。うん、リヒターさんのことを町長さんに報告しないと。そうなの？オッケー、わかった。ロイドの話も聞けるかもだし、早速行こう。うん。おばさんたちに怒られてる姿、マルタには見られたくないよ。ねえ、テネブラへ、いるの？いますよ、ここに。え、どこ？ここです。え、こっち？こっちです。こっち？ちょっと、テネブラへ、エミルをいじめないでよ。失敬ですね。これはラタトスクの騎士としての訓練ですよ。さあ、私はどこでしょう。これじゃアクアに陰険呼ばわりされるわけだよ。はい、途中 A ボタンを押したり、あの電話の音が入ったり、さまざまなことをしてしまいました。どうもすいませんでした。またねやっていきたいと思います。 C アタックアタックアタック聞いていきましょう。エミルの家に行ってご家族に挨拶とかして公認のラブラブカップルになる予定だったのに。それで突然家に連れて行けとおっしゃったんですね。そうか、エミルってはシャイだから私を紹介するのが恥ずかしかったんだ。それはまた都合のいい解釈ですね。テネブライは黙ってて。よし、もっと仲良くならなきゃ。エミル、誕生日はいつ？好きな食べ物は？女の子の髪の毛は長いのと短いのどっちが好き？うわあ、マルタ、抱きつかないで。叶わぬ恋だと思うのですがね。はい、なるほど。下心見え見えだったのは俺もさすがに気がついてましたが、やはりそうだったか。で、村長の家ですよね。村長の家でどこだろう。どこだったっけ？こっちだっけ？そうですね、この憎たらしいガキいるところですね。探しましたぞ、マルタさん。ホーク。誰？知り合い？ブルート総帥はラタトスクコアを返せばあなたを許し再びヴァンガードに迎えると仰せです。マルタがヴァンガードのメンバー？ブルート総帥に伝えて、あなたが
あなたたちのやったこと忘れたとは言わせないって。何のことですかな。そうやってとぼけてれば。でもラタトスクコアは渡さない。ふん、ならば容赦はいたしませんぞ。同志たちよ、マルタ様を捕らえよ。はい、まあそうなると思いましたよ、これ、うん、戦えばいいんですよね、結局。うん、切り応えのないやつだ。この2匹強い、面白いですね。街の中に魔物がうろうろしてるってことですから、要するに。お、どうも、パスワード。魔人剣を打ちまくる。魔人剣を打ちまくる。オッケー。君に必殺技プレゼントしよう。終わりだ。なんか、すごい偉そうだったな。偉そうっていうか、偉そうでしたね。もう一回行きましょう。終わりだ。はい、もうフルバッコー。4人でフルバッコー。はい。血が足りねえな。エムレはレベル5になりました。スサノオが対植物族のスキルを覚えました。スサノオって誰だっけ。スサノオって誰だっけ。まあいいや。スサノオ誰だ。マルタ様、エミル、ここを離れましょう。ダメ、エミル、行こう。なんで僕までこんなことになってるんだよ。マルタは称号元ヴァンガードを取得しました。なるほど。まあ適当にどっか行けばいいんですよね。とりあえず家行ってみましょうか。今帰るわけにいかない。なるほど。じゃあ出るってことですかね。おっと、はい、これなかなか硬いんですよね。これやり続けて勝つっていう、なかなか痛い痛いです。お、上がらなかった。ふっ、痛い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 。確かテイルズシリーズって主人公を変えることできましたよね。俺の記憶正しければの話なんですけど、どうやって変えんだろう。作戦かな、違うな。キャラ変更 C。 あー、これでできるようになったのかな。あ、そうみたいですね。必殺技いきましょう。ちょっと必殺技使いたい。 OK。 おっと、どうした。おおおおおおお、いい感じ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 、いいね、いい感じ。もう相変わらず減ってないのはまあ仕様でしょう。何もしてねー。血が足りねえな。マルタのレベルは4になりました。コロのレベルは4になりました。なるほど。フィールドのレジェ、こちらはヴァンガードたちに封鎖されているようだ。なるほど。ここでレベル選べるアップするってなかなか良くないですか。それいいな。どうしよう、どうした方がいいのかな。ここでレベルアップするってなかなか良さそうだな。楽そうですしね、敵に会う必要ないですし、わざわざ。じゃあこっから5分から10分ぐらい勝ってきたと思います。とりあえず最初経験値見てみましょうか。意外に美味しいかどうかの確認をしないとね、なんとも言えないんで。意外に毎回誰かしらレベル上がってるから意外に美味しいのかなって思ったりするんですけど、どうなんだろう。そこのとこ実証してみましょう。
はい、よいしょ、ネガティブゲート、オッケー、決まったな。決まったね。約束のキスをしてあげる。約束なんてしてねえよ。はい、スタのレベルは3になりましたね。え、割といい感じですよね。こちら番号たちに封鎖されて、これが出るのがめんどくさいですけど、このままやりすぎましょうか。ちょっとね、もうちょっとだけ、もうあと1回これ終わったらじゃあ行きますね。痛い、もう久々使っちゃいましょうか、短持てないんでね。もう乱用しますよ。そして対して減ってないところも、もうあの初期技らしい、まあまだレベル上がってないよみたいな感じしますよね。うん、なかなかそして強いな。オッケー。オッケー、行ってみよう。オッケー。オッケー、勝って当然だ。はい、このレベルは5になりました。まあいいよね、それなりに美味しいんじゃないかなって思ったりするんですけど、じゃあ他の出口を探しましょう。他出口あったっけ。他、え、他なんかありましたっけ。ああ、この上に確か、あ、おっと、なるほど。チュリオンのコアをいただきましょう。どいつもこいつも。おとなしく渡せば君たちの身の安全は保証します。ですが、断ればこの町はパルマコスタと同じ末路をたどる。パルマコスタと同じってどういうこと？おや少年、君は知らないのですか。愚かにもヴァンガードのクズどもは我がマーテル教会と巫女様を消滅せんとラタトスクコアを使っての反乱を企てた。ロイドはラタトスクコア強奪と反乱制圧の名目で罪もないパルマコスタの人々。そんなことのために僕、行け我がしもべインプ。今です、マルタ様、エミル、とりあえず町を出ましょう。また絵をしちゃいましたよ、すいません。どうしよう、このままじゃ奴ら本当にこの町を。私は偉大なるマーテル騎士団のマーグナー団長です。我らはマーテル教会を悪の枢軸と罵り、世界各地で反乱をそそのかす悪辣なヴァンガードを捕らえるために来ました。ですが罪深いことに、このルインはヴァンガードに協力している節があるとロイド様から報告を受けています。そこでヴァンガードともどもこの町を巫女様への反逆罪で裁きます。だがその前に君たちにチャンスをあげましょう。この町に潜んでいるマルタという娘を差し出しなさい。そうすれば
ロイド様も許してくださるやもしれません。マルタ、おでこのコアを渡して。それは無理。どうして？そもそもマルタたちヴァンガードが勝手に反乱なんて企てるから、パルマコスタは。ごめん。だけどこのままじゃルインはめちゃくちゃにされちゃう。そしたら町の人はみんな僕のせいだって言うよ。僕がマルタを連れてきたからって。エミルの言う通りだよ。パルマコスタのことは本当にごめんなさい。マルタ、どこへ？ラタトスクコアを引き渡してくる。テネブライもごめんね。ラタトスクの騎士エミル、あなたはマルタ様に死ねと言ったのですよ。マルタ様の額にあるラタトスク様のコアはマルタ様の体を養分にしています。コアはラタトスク様が目覚めるまでマルタ様から離れない。それを剥がすにはマルタ様が死ぬしかないのです。そんな、マルタはそれをご存知です。あの方はこの町とあなたのため、あなたの妙な自己保身のために死ぬおつもりなのです。あなたにはそれを知っておいてもらいたかった。僕、マルタを止めてくる。町の人に非難されますよ。それでも止める。では私もお供します。来たよ。これで満足。ラタトスクコアとセンチュリオンコアはどこですか？センチュリオンコアはないけど、ラタトスクコアはここ。そんなに欲しいなら首を落として持っていけば。ならば後でそうさせてもらいます。捕らえなさい。もはやこの町に用はありません。天罰を与えてやりなさい。話が違うよ。約束は。黙りなさい。ロイド様の命令は絶対なのです。さあ皆の者、奪え、殺せ。マーテル様の天罰を下せ。はっ。やめろって言ってるのが。わかんねえのかよ、このクズどもが。
天罰が下るのは誰だかよく教えてやるよ。はい、長いストーリーがやっとね、俺にもやっと倒すという時間がやってまいりました。まああれですよね、まあ、基本的に攻撃量が変わらないっていう、まあ仕方がないですよね。また A ボタンをね、 A ボタンを連打すればいいという。お、雲が戦っている。雲頑張れ、雲ファイト。雲かったい。ちょっと待って、かったいよ。報酬客ってあったね、そういえばあった、報酬客。行くぜ。終わりだ。はい、あともう一回。嘘。アマデのレベルが3になりました。スターのレベルは4になりました。上がるね。はい、では立てよ、マルタ。ミル、さあお仕置きの時間だ。せいぜいマーテル様に祈るんだな。楽に死ねますようにってよ。割と早いペースで突っ込んできますね。龍河巣通信。龍河巣。おっと。行くぜ。終わりだ。多くはないな。ダメージが。うざ今のフルボッカやフルボッカ。よし、ざまを見ろ。エミルのレベルが6になりました。マルタが5になりました。アマデルは4になりました。コロが6になりました。スタノーが6になりました。エミルがバックステップのスキルを覚えました。はい、ということですね。僕は…マルタはパーティーを抜きました。編成は変更されました。はい、ということですね。長い。やっと沈黙がね、これ一人の日でね、撮影してるからね、部屋の中がもう寂しくて本当に。話す。なんだよ、やるっていうのが。ごめんなさい、なんでもございません。ざま見ろ。でも、第二形態ですよね、マルタ。マルタ第二形態、強いですね。どうすればいいんですかね。今のは割とヒントはなかったんですけど、こっちですかね。ジダとモルは、逃げないでくれた。最初にいじめてたやつらですね。はい、と話す。いや、エミル。元気か。元気だよな。俺たち、忙しいからさ。
別にお前のことこ怖がってるんじゃないぞ。ヴァンガードもマーテル騎士団も街を出て行ったよ。蝶々さんが話をしたいって来てくれる？マルタがパーティーに加われました。もう入ったり加わったり、今の時間だったら大して変わんないだろうね。え、し約束。ありがとう。私、君にまた助けられちゃったね。私はずっと君の味方だよ。約束する。だから元気出して。ありがとう。はい、まあ、第二形態強すぎたって話ですよね。エミル。おばさん、僕近づくな、化け物。ひどい。いいよ、いいんだ。ゲス野郎だなこいつ。あれば近づくな化け物、近づくな化け物。なんかかわいそうだな、見る。お、なんかこれで燃やしてみると、なかなか明暗。あ、燃えないんだ。残念だ。エミル、近づくな化け物。こいつそういえばどうなんだろう。エミル、お前がヴァンガードを追っ払ってくれたみたいだ。お、一番いい意見じゃん。お前がそんなに強かったって俺は知らなかったよ。まあ、こいつよりマシなご意見。いいなおじさん、優しいよ本当に。じゃあ村長さんのとこ行こう。話す。エミル、お前さんが あんな、これは夢じゃ。あ、一応買えるんだ。へえ。うん、お金だいぶありますね。ガルドって言うんだ、ここだと。へえ。オレンジグミいろいろ持ってるんだ。うん。ライフボトル。ライフボトルも3本持ってんだ。へえ。ポイズンボトル。ブーツ。アクアマリン。水の精霊の守護を受けた神秘の宝石。水難要求のお守りとして信頼がある。なるほど。ブーツとマントぐらい。マントを1つと、ブーツを2つですね。買っておきましょう。まあ、リッチなんでね。私、今日はリッチマンなんで、いろいろとお買い物できるかなっていう。ヒールマーク。敵を倒すと HP の 3% 回復。あ、いいね。じゃあ、ブーツいらなくなっちゃうじゃん。いや、じゃあ、ブーツつけるわ、俺。せっかく買ったんだもん、つけるわ。はい。OK。村長さんですね。話しに行きましょう。エミル、わざわざすまないな。お前に頼みたいことがある。頼み事ですか？ロイドさんを探しに行ってもらえないか？それって僕を町から追放するってことですか？それは違う。私は今回のことが信じられないのだよ。私が知っていたロイドさんは、たとえ教会の命令でもこんな略奪や虐殺を許すような人ではなかった。そんなの。パルマコスタでお前が経験したという話も今までは信じられなかった。だが同じことがこの町でも起こってしまった。私はもう何を信じたらいいのかわからない。人は簡単に変わってしまうんです、僕みたいに。そうかもしれない。だからこそ、なぜ彼が変わってしまったのか、なぜラタトスクとセンチュリオンのコアを求めているのか調べてほしいのだ。そうすることで怯えて先立っている町の人からエミルを守るつもりなんですね。不甲斐ない町長ですまない、エミル。だが今はそうすることが
お前のためだと思うのだよ。わかりました。僕、ロイドを探します。そして両親の仇を討ちます。わかった。私ももうそれを止めまい。だがエミル、こんな町でもここは今のお前の故郷だ。ほとぼりが冷めたら必ず戻ってきておくれ。これも虫のいい話だがな。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。エミル、ルインを救ってくれてありがとう。マルタはパーティーを抜けました。これで出る必要あんのかな。まあいいや。はい、さて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 、そろそろ時間も押してるんだよな。まだ大丈夫かな。もうそろそろ霧がつきそうな感じがする。どうすればいいんだろう。オフストーリーですね。エミル、待って。マルタ、私とテネブラエも一緒に行く。え、私たちの旅の目的はセンチュリオンコアを見つけ出してラタトスクを目覚めさせること。つまりロイドとは敵同士ってこと。私たちとあなたの旅は目的が同じです。ならば協力し合う方が得策なのでは。だけど僕。それに君、ラタトスクの騎士として契約してくれたでしょ。ラタトスクは私にくっついてるんだよ。だったら私のこと守ってくれなくちゃ。前にも言いましたよね、マルタ様はあなたを探していたと。マルタ様はパルマコスタで自分を助けてくれた少年、つまりあなたにラタトスクの騎士であってほしいと望んだ。お願いします、エミル。エミルがこんなことになったのは私のせいでもあると思う。だからね、エミル、一緒。ああ、すいません。マルタのこと本当に覚えてないんだ。それでもいいの？いいの、私が覚えてるから。それにエミルってすごく勇気があるから頼りになりそうだもん。僕に勇気？僕にはそんなもの。ううん、あるある。だってこの町で再会してから何度も私を助けてくれた。あれは全部勇気だと思うよ。だから仲間になってほしいの。まずは友達からね。ああ、私はむしろ友達以上でもいいんだけど。勇気は夢を叶える魔法。あの人の言った通りだ。うん、二人ともそろそろ行きましょう。うん、二人ともこれからよろしく。マルタがパーティーに加えました。編成が変更されましたと。うんいい感じだった。これでやっとあれですね、最初が終わったって感じなんですかね。やっと冒険出発できましたね。うん、ここまでパート8も使う必要あったのかな。まあいいでしょう。まだね、冒険は始まったばっかりということでね、本当に衝撃的ですが、では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。